ファンの皆様、本日も TCK 大井競馬場にご来場くださいまして誠にありがとうございます。高知杯第50回東京記念競走の表彰式に先立ちまして、本日お越しいただきましたプレゼンターをご紹介いたします。1992年バルセロナオリンピック競泳女子 200m 平泳ぎの金メダリスト、岩崎恭子さんです。皆さんこんばんは、岩崎恭子です。ご来場いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。TCK ご来場された感想、このナイター照明などの感想いかがですか？いや、もうとっても綺麗でしたし、何より走ってる姿がもうピカピカ光っていて飲み込みました。我々の実況席の横でレースご覧いただきましたけれども、はい、すごい追い込みだったと思いますが、見ていていかがでしたか？はい、いや、何かやはり、まあ、距離も長かったので興奮がさらに興奮したという状況でしたね。水泳の選手にも先行タイプ、あとは後半勝負型っていうのもいらっしゃると思うんですけれども、はい、岩崎さんはどちらでした？それで私は後半タイプでしたので、今回は同じような気持ちで見ていました。はい、はい、その岩崎さんのお隣にはスポーツ報知のキャラクター、本日デビューいたしました王さんにもお越しいただいております。すいません、失礼いたしました。お話の途中でしたが、はい、岩崎さんご自身のお話ですが、最近はどのような活動をされていらっしゃいますか？そうですね、9月7日には東京オリンピック、パラリンピックが決定いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなでね、はい、これからのやっぱり7年後に向けて、たくさんいろんな活動をしていきたいと思いますし、やっぱりいろんなスポーツを通してたくさんの方々に笑顔と元気を与えたいなというふうに思っています。はい、岩崎さんの活躍を期待しておりますので、これからも頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。この後はプレゼンターとしてご協力をいただきます。よろしくお願いいたします。また明日、おめでとうございます。ただいまから東京記念競走の優勝ジョッキーインタビューを行います。見事な手綱さばきでございました、プレティオラスの本橋幸太騎手です。入賞おめでとうございます。おめでとうございます。この一気気持ちよかったんじゃないですか？道中最後方からの競馬でしたが、大逃げを打つ馬もいました。道中のペースなどはいかがでしたか？道中のプレティオラスの様子などはいかがでしたか？気分よかったでしたか？そして、今回の天候でした。届きそうかなという感じでした。おめでとうございます。